その人数を決めてください。その一人を回答します。なんで？いいよ、じゃあ他は？他4人。いや、わかんないです。え、ちょっと待ってください。母さん、待って。なんでこんな真面目にまっすぐ生きてきたあんたがこんな目に遭わなきゃいけないんだよ、つって。だから、俺だって、本当は元の会社に戻れたらいいなって思ってるけど、だけど、俺、自分が壊れちゃうから、怖いから、だから、応援してくるやつ嫌いなんでしょ。でも君も感情的になったら手が出ちゃう。お父さん、一回だけね、一回だけ俺がやったの知らない。じゃあ今後一緒にやるかもしれない。何回もやっちゃうかもしれないよ。だから今人出てきたら殴っちゃうかもしれない。こいつよりムカつくやつ出てきたらどうするの。俺ね、こいつより嫌いなやついないんですよ。出てくる、かわいさの上司みたいな。楽勝だよ、こんなやつ耐えきれなかっただけだ。俺20年も一緒住んでるから、こんなやつ。いや、もっと出てくる。一緒に。じゃあこれ国の方向性。いや、知らんけど。でもなんていうんですか、俺なんかこういうの全部なんていうんですか、死んでから評価される人もいるわけじゃないですか、続ける上で。なんかほら、ね、戦争とか話してなきゃ、俺戦争には行きたくないし、どっちかというとこういうのに対抗っていうか、音楽とかアートで、ね、なんかそういうのが大事だと思うんですけどね。なんですか、何でも続けていくことが大事だと思うんですよ。ではそのカードを配られてるのに、そもそも戦わないっていうのはすぐじゃん。私はいい人間ではない。はい、じゃあ最後俺。なんすか俺。ハッピーな状態保つでしょ。俺絶対無理。あれがハッピーマン野郎だよ。ハッピーマン野郎。ハッピーマン野郎だよ。嫌われるのが嫌いなだけなんだよ、多分。嫌われるのが怖いの。だからちょっとでも笑ってもらえたらいいやって、それで俺を自分で。自分を守ろうとしてるだけなの。